小林です。午前7時22分、北朝鮮がミサイルを発射し、道内には政府の緊急警報 J アラートが響きました。ミサイルは青森付近の上空を午前7時29分ごろに通過し、午前7時44分ごろ、日本の排他的経済水域 EEZ の外に落下しました。 JR や地下鉄は一時運転を見合わせましたが、順次運転を再開しました。もう家なんで、も地下とかもないわけなので、もう本当にどうしようかと。やっぱりウクライナの件があるんで、からもしかしたらとか、怖いなと思いました。小学校は一時自宅待機となっていましたが、再開され、児童たちが通学しています。サンマ漁が最盛期を迎えている道東の根室市では、不安の声が上がっています。漁をしている最中で、なかなか急にそういう情報っていうのも入ってこないので、ドカーンって落ちてきたら、もうそれはめちゃくちゃ怖いなと。現時点での被害など、情報は確認をされていないと、船舶などの安全確認を徹底するよう指示をしたところにおいては、道は午前10時から緊急会議を開き、情報収集を続けています。これまでのところ被害は報告されていません。